はい、お楽しみガチャ第4弾で、第3弾でガチャガチャしたこれブラウンちゃんが当たったところのガチャガチャで、ブラウンちゃんにお友達を探してあげようと思ってもう一回ガチャガチャをしてきました。しても5回もやったのに5回目一つも LINE のガチャガチャが出なかったんです。まず一つ目、なんかこんなお尻みたいな出て、ちょっと待って、開かない、じゃん、むにむに、タコかと思ったら人の形してます。うわ、気持ち悪い。開けてみようか。なんかこののが1個目に出ちゃって、うわ、くっつく、伸びるし、あ、う、おう、うわ、ベタベタ、どう、うわ、これは、どうやって保存したらよいんだろう。え？よく見るとこれはカッパです。カッパの捕獲に成功しました。桃から生まれたのはカッパでした。桃太郎じゃない。バイバイ。まあ、とりあえず置いといて。で、次にガチャガチャって言ったら、どれだったかな？なんかこの辺が出たの。で、わ、これは、じゃん。あ、これ、スーパーマリオブラザーズの、なんか光るライトが前当たったんですけど、これは、なんだろう。これは、音がするのかな？なので、は、これ、開けてみる。いきます。押すよ。え？え？え？ちょっと、虚しい。もう一つ、なんか、同じようなのが出たから、あ、やっぱり同じだ、同じでした。しかも中身までも同じですよ。ほら、またぷにょにょんっていう音だから、まあ一緒ですね。ゴールドブロックかぶりコイン獲得。長押し。あ、長押ししてみるね。ちょっと待って。あ！くれるー。あ、なんかちょっといい。はい、コイン99枚。で、これが出たのだったかな。じゃーん。これは、AKB スイングっていう、
これは髪の毛が斜め。これはあっちゃんですね。で、ラスト。これが、ほんと、LINE のブラウンちゃんのお友達探してあげたかったんですけど、いや、なんか、5回やって、ちっちゃい、この大きさ的に、LINE の大きいカプセルなんですけど、これちっちゃいカプセルばっかりしか出てこなかったので、もう、最初の方しか入ってなかったのかなって、ちょっと諦めました。は、ヤドクガエル。この前は、すごい毒々しい。この前は、アマガエルがあったんだよね。次は、ヤドクガエル。ダマダマ。ちょっと、ちょっと奇妙な。結局、5回ガチャガチャしても、ブラウンちゃんのお友達が出てこなかったです。獲得したのは、コインです。おしまい。